ようこそおいでくださいました。すごいよタイガ、お姉ちゃん。タイガのお誕生日は甘くて美味しい素敵な日だね。うん、オッケーだよ。タイガがいないときはいっつも一人でやってることだもん。もう慣れてるよ。食べようね、タイガ。それがきっと大変な後に残った楽しいことだよね。君は私と一緒にお留守番だな。君は鍵を持ってないだろう。あれがなければあちら側とこちら側自由に出入りすることができないんだ。もしも何かがあってはぐれてしまったりしたら大変だ。夜に閉じ込められてしまう。私が当屋にってお土産で買って帰ってきたものだぞ。私が食べちゃったら意味がない。ちゃんと取っておくさ。